ある客がディジー・ギレスピーのバンドに、あのビバッパビバッパビバッパをやってよ、とリクエストしたことからこの楽曲のタイトルが決まったという逸話があります。ビバップが生まれた場所。一般的に音楽家は夜に活動します。1930年代と40年代も例外ではありませんでした。当時のスイングミュージシャンは、人々が仕事の後の娯楽のために外出する夜に、クラブやボールルームで演奏を始めました。しかし、観客がクラブを出て帰宅して寝る時間に、スイングミュージシャンたちはジャムセッションに参加しました。その中でも最も有名な場所が1940年にニューヨーク市にオープンしたミントンズ・プレイハウスです。ここがビバップが生まれた場所と言われています。ミントンズ・プレイハウスのハウスバンドにはドラマーのケニー・クラークやピアニストのセロニアス・モンクが所属していました。そして、そこでジャムセッションに参加したミュージシャンには、ベン・ウェブスターやチャーリー・クリスチャン、ディジー・ガレスピー、バド・パウエル、チャーリー・パーカーなどのジャズの偉人たちがいました。ビバップのクラシックなラインは一般的に以下のような形式に従います。オフビートで始める。関連するコードをアルペジオして利用可能なテンション、しばしば9度まで上昇する。最初のコード音から半音離れた音符で先行することもあります。ビバップスケールとして知られる、ダイアトニックなスケールを使用して、クロマチックなパッシングノートを挿入する。スイングした8分音符を使用し、フレーズ全体にアクセントを挿入してリズミカルな要素をメロディーラインに加える、オンビートとオフビートの両方にアクセントをつける。フレーズを加工させて終わらせる。これがビバップという名前の由来であり、B とボップという音を使ってこれらのメロディーラインを歌唱することができます。ディジー・ガレスピーは、観客が彼が当時無名の作曲を自身の演奏者にスキャットで歌っているのを聞いて、その名前を作り出したと述べています。そして、報道がそれを採用し、公式な用語として使用されたのです。人々は、それらの曲の名前を知らないままでそれらをリクエストしたいときに、ビバップと尋ねたのだ。セロニアス・モンクは、彼の作曲、52ND ストリートテーマの元々のタイトルである、ビップ BOP が、ビバップという名前の起源であると主張しています。ディジー・ガレスピーは、1945年1月9日にマナーレーベルのためにリーダーとして初のセッションを録音しました。テナーサックスのドン・バイアス、トロンボーンのトラミー・ヤング、ピアノのクライド・ハート、ベースのオスカー・ペティフォード、ドラムのアーブ・クルーガーが参加しました。このセッションでは、I can't get started, goodbye と BBOP、ソルト・ピーナッツが録音されました。その後、ガレスピーはビバップを積極的に録音し、その主要な人物の一人として認知されるようになりました。ベースでビバップフレーズを極めるなら、ブックエンド・スタジオのレッスンがおすすめ。ベースでない方も、ビバップスケール、ハーモニックマイナースケール、オルタードスケール、マイナー2-5など、音楽理論の奥深い世界を探求しましょう。詳しく知りたい方には、ぜひ私たちが提供する Amazon Audible の音楽理論の成り立ちをご視聴いただくことをお勧めします。ビバップの軌跡をたどりながら、あなたの演奏を飛躍させましょう。Thank you.